デビット・クローネンバーグ、デビット・クローネンバーグ OC、デビット・ポール・クローナンバーグ、1943年3月15日体は、カナダを代表する映画監督、脚本家、独特のボディホラーで有名。また俳優としても活躍。自作数本とテレビシリーズ、エイリアスシーズン3、誘う女、ジェイソン X など、20作品近い出演作品が、 クローネンバーグは1943年にオンタリオ州トロントのリトアニア系ユダヤ人家庭に生まれた。子供の頃はクライムストーリー専門の記者だった父ミルトンの影響で物語を書いたり、バレエ団などでピアニストをしていた母エステルの影響でクラシックギターをたしなんだ。1961年にトロント大学へ入学。当初は生科学。 生物学を専攻するも、翌年英語、英文学に転部。在学中に短編小説で賞を受けるなど文才を発揮するが、小説という分野ではかねてより敬愛していた、ウィリアム・エス・バローズや、ウラジーミルナ・ナボコフなどの作家に及ぶことはできないとして、作家の夢は断念。極めて優秀な学業成績で大学を卒業後、一年間、ヨーロッパに渡り主に先祖の地に近いデンマークに、 滞在。帰国後、同大学の大学院修士課程に進学。友人の影響を受け映画に活路を見出し、16mm の短編映画、トランスファー、1966年と、フロムザ・ドレイン、1967年を監督。その後 35mm にカメラを持ち替え実験映画、ステレオ、近郊の消失、1969年、クライム・オブ・フューチャー。 未来犯罪の確立、1970年を監督。1971年頃からは、カナダ議会からの補助金を受け、フランスなどヨーロッパで生活し、3本のテレビ用作品を制作。カナダのテレビシリーズ、プロジェクト X 用に、シークレットエポンズを制作。他に6本のテレビ用作品を制作後、帰国。多くのテレビ作品を手掛けた後、 1975年に、肛門から侵入し宿主を操る寄生生物の恐怖を描いた、デビット・クローネンバーグのシーバースで劇場を映画監督としてデビュー。その後は、ラビット、1977年、ファイアーボール、1979年、ザ・ブルード、怒りのメタファー、同年と順調にキャリアを積む。ザ・ブルード制作中は、最初の妻と娘の親権をめぐり、 泥沼の離婚劇を繰り広げており、作品にもその影響が色濃く出ている。1980年超能力戦を描いたスキャナーズで人気を得る。続くビデオドローム。1983年では工業面こそ振るわなかったが、アンデュアホールをはじめ業界筋からの評価が高く、ビデオ発売と同時にカルト的人気を博しクローネンバーグは一躍。 注目作家となる。また、初めて原作付きの作品、デッドゾーン、同年を映画化。アボリアッツ国際ファンタスティック映画祭、ジェラルメ国際ファンタスティカ映画祭の前身で3部門を受賞。1985年、ジョン・ランディスの眠れぬ夜のために、で、俳優としてデビュー。同作で主演を務めたジェフ・ゴールド・ブラムを起用して1986年に、 ハエ男の恐怖をリメイクしたザ・フライ監督しアカデミー賞特殊効果賞を受賞。商業的にも大成功を収める。ちなみに本人も産婦人会役で亀を出演している。1988年の戦慄の絆はアボリアッツ国際ファンタスティック映画祭でグランプリロサンゼルス映画批評価業界賞最優秀監督賞を受賞。 1990年、フランス政府より、芸術文化勲章シュバリエ、シュバリエ、騎士、勲章師受勲。また、クライブ・バーカーの監督作、ミリアンに出演し、殺人狂の精神科医デッカーを演じる。1991年、学生時代より愛読していた、ウィリアム・エス・バローズ原作の、裸のランチで、全米映画批評家協会賞最優秀監督賞。 脚本賞受賞。1996年には、J.G. バラード原作の、クラッシュで、カンヌ国際映画祭審査員特別賞受賞。1999年、同カンヌ国際映画祭映画祭審査委員長を務める。この年、イグジステンズで、ベルリン国際映画祭、銀マ賞、アムステルダムファンタスティック映画祭現賞を受賞。カナダ名声のほど、カナダ。 s ウォーク・オブ・フェームに名前が刻まれる。2001年、母校トロント大学より名誉法学博士号を授与される。2002年カナダ最高の勲章である、オーダー・オブ・カナダ・オフィサー・ジュ君。しかしこの年の、スパイダー、少年は雲にキスをするわ、工業面で失敗。資金確保のためプロデューサー役も務めた、クローネンバーグは危うく破産寸前に追い込まれる。 2005年、前作の失敗を受け大手スタジオの支援を受けて作成したヒストリー・オブ・バイオレンスはカンヌ国際映画祭でパルム・ドールにノミネート、ゴールデングローブ賞作品賞ノミネート、全米映画批評家協会賞では監督賞を受賞。また、ローリングストーン誌で2005年のベストトップ10で1位に選出されるなど好評を博す。2006年、カンヌ国際映画祭で 厚労賞受賞。また、同映画祭の60周年を記念して制作された、世界25カ国から集った35人の監督による短編集、社ンサンシネマ、映画、立チヒズオウンシネマに、カナダ代表として参加。この年、カナダ王立協会、フェローに、2007年、イースタンプロミスが、第32回トロント国際映画祭にて、最高賞である。 観客賞を受賞。その他にも、英国アカデミー賞を、はじめ様々な映画賞に、ノミネートされるなど成功を収める。2008年には、ザ・フライのオペラ作品が企画されている。この作品はで上演され、クローネンバーグが監督、音楽は、ハワード・ショア、サンダイ・テノールの一人、プラシド・ドミンゴが指揮を務めた。1977年に制作スタッフだった。 キャロライン・ジフマンと再婚。子供は1972年に、長女カサンドラ、1984年に、次女ケイトリン、1985年に、長男ブランドンを設けている。最初の妻との間にできた長女カサンドラ、1972年隊は制作スタッフや、助監督として、裸のランチ、M、バタフライ、クラッシュ、イグジステンズなどに参加している。 二番目の妻との間にできた次女ケイトリン、1984年10月27日イ、は写真家。妹デニスは映画監督、アーロン・トリー、1971年タイの母親、ザ・フライ以来長年にわたって衣装を担当している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。